SCP-76-JP に寄生された民間人。アイテム番号、SCP-76-JP。オブジェクトクラス、政府。特別収容プロトコル、SCP-76-JP は研究用の個体を残し、他は焼却処分してください。研究対象の全個体には塗料でアイテム番号を記入し、GPS 発信機を取り付けます。標準的な生物収容室ではなく、物品収容用のコンテナに保管してください。1年に一度点検し、衰弱の兆候が見られた場合は D クラス職員の死体を与えてください。他の給仕方法の試みは成功していません。給仕後、死体を速やかに焼却処分してください。説明、SCP-76-JP はプラスチック製の作業用ヘルメットに擬態した、陸生界の一種と推定されています。ヘルメット部分はカルシウムを主成分とするからでできていますが、重さや質感はプラスチックに似ています。本体は内部の緩衝材を模しています。紐に擬態した触手で張って移動しますが非力であり、機敏な動作はできません。このため、SCP-76-JP は家屋などの閉鎖空間に好んで生息します。新陳代謝は極めて遅いため、長期間の絶食に耐えることができますが、数年に一度程度は食事が必要なようです。緩衝材に擬態した SCP-76-JP の本体部分には長さ数センチほどの針が隠されており、不用意に SCP-76-JP を被った人物は直ちに捕食されます。針は頭蓋の隙間を貫通して脳に達し、分泌される化学物質によって犠牲者の脳に影響を与えます。犠牲者は認知力の低下により、災害などに遭遇していると誤認します。稀に戦争やテロ、ゾンビの大群に街を占拠されたと誤認する場合もあるようです。いずれの場合も、犠牲者は SCP-76-JP を決して脱ごうとしなくなります。また安全な避難場所を求めるようになり、閉鎖空間に逃げ込み、そこから動かなくなります。以降は針から体液や脳組織を吸われ続けるため、やがて犠牲者は緩やかに死に至ります。死体はそのまま SCP-76-JP の食料庫となり、安全な産卵場所としても利用されます。孵化した幼生は死体からカルシウムやタンパク質を摂取し、やがて成体の SCP-76-JP となります。SCP-76-JP を脱がせようとした場合、犠牲者は全力で抵抗します。同時に針から大量の覚醒物質が注入されるため、痛みを感じなくなり、人格が豹変して凶暴化します。犠牲者を救出するには、脱がせる前に SCP-76-JP を物理的に破壊するしかありません。ただし犠牲者の脳には針が刺さっていることに留意してください。詳細については実験記録を参照してください。実験記録1、日付2000年、月、日。対象、犬、ビーグル。実施方法、SCP-76-JP を頭部に装着させる。結果、ずり落ちて対象が走り出したため、固定して再度実験。対象に変化なし。実験後に頭部を確認したところ、小さな傷跡が複数箇所発見された。いずれも脳への到達はなし。分析頭蓋骨の形状が異なると、うまく針を刺せないらしい。彼らの捕食活動は霊長類に特化していると推測される。実験記録に、日付2000年、月、日。対象、チンパンジー。実施方法、SCP-76-JP を頭部に装着させる。結果、対象はパニックに陥り、金網の天井部からぶら下がる。天敵に襲われている時と同じ反応を示す。その後、SCP-76-JP をむしり取り、コンクリートの床に投げつける。SCP-76-JP は破壊された。精密検査の結果、対象の脳に達する支障を確認。しかし捕食された形跡はなし。分析、霊長類なら人同様に効果があるようだが、治癒場などで宿主が死亡した場合、SCP-76-JP は今回のように地面に叩きつけられてしまう。人の方が宿主としては都合が良いようだ。何よりチンパンジーにはヘルメットを被る習慣がないので、異物として脱ぎ捨てられてしまう危険性がある。
実験記録3、日付2000年、月、日。対象。実施方法。SCP-76、JP を頭部に装着させる。結果。実験開始から2分18秒後、対象は収容室の片隅に座り込んで動かなくなった。別室からのインタビューは以下の通り。B-4954 何が起きましたか？助けてくれ、化け物が。この間見た化け物が外にいる。化け物、について、詳しく説明してください。俺が先週、実験に借り出された奴だよ。あいつが今、うわぁ、ドアを叩いてやがる。助けてくれ。警備員を呼んでくれ。あなたは先週、SCP-JP の実験に参加しましたね。しかしあれは現在も収容中で、そこにはいませんよ。そんなこと言ったって、現にそこにいるんだ。ダメだ、喋ったら見つかる。俺は隠れているから、なんとかしてくれ。B-4954 その部屋にも扉にも窓がついていないのに、どうして外に SCP-JP がいるとわかるんですか？無言で息を潜めている。実験を終了します。分析。SCP-76、JP が対象に与える、災害、は、対象の深層意識下の記憶に由来するようだ。対象は前の実験後に記憶処理を受けており、表層記憶を失っていたにもかかわらず、SCP-JP について鮮明に思い出すことができた。なお SCP-76、JP が SCP-JP の存在を知っているとは考えにくいため、SCP-76、JP 自身は対象の記憶やを刺激しているだけと考えられる。ほい、SCP-76、JP はある化学工場の倉庫に集団で生息しており、防災訓練の際に誤って着用されたことから大量の犠牲者を出しました。メイが死亡し、メイに程度の異なる後遺症を残しました。うちメイは現在も意識が回復していません。この事件は大規模な労災として隠蔽されました。被害者は全員、訓練中に本物の爆発事故が発生したと誤認していたため、記憶処理の必要はありません。化学工場は被害者の記憶と一致するよう、適切に処理されました。